白発橋は、かつて存在した西長堀川に架か,かっていた橋。大阪府大阪市西区新町三丁目にある白発橋交差点にあった。摂津名所図へ、長堀在この浜の図。ここに材木市場があったと言われている。1622年の長堀川改作から1655年までの間に仮設された。下白発橋とも言った。 1919年4月に大阪市電開通のため加害され、長さ約25件、幅10件の目標であった。共鳴の由来は、下記のように、土佐藩が白髪山から木材を当地へ運んだ説と、白木船が当地に着岸し、後世に、それがなまって白髪町、白髪橋となった説がある。土佐の白髪山から切り出した木材を得るため、 ここに木材市場を設けたことによりこの名が付けられた。白髪山は高知県長岡郡元山町にある標高四4 7 0メートルの山であり、杉やヒノキの良材を産出する。白髪山の由来について、郷土市屋の細川里市水は白い光る岩からなっているため白、我の文字を使っていたが後に今も奥白髪に、猿田彦人という白が山霊を祀ったから、 白、我を白髪と改めたとする説を主張している。元山町と隣接する土佐郡と佐町には四国の水亀と言われるサメウラダムがある。ありがとうございます。